こんにちは、トレジャーのヨシです、ラップを担当していて兵庫県出身です。百節腹痛という言葉なんですけど、100回折れても立ち上がるという意味なんですけど、僕が練習生をずっと日本と韓国でやっていきながら、100回何百回折れても立ち上がってこれたのはその言葉の。僕はずっと実力の差ですごく挫折したことが多くて、やっぱりラップっていうのは言葉も速くて、すごい滑舌とか発音がすごい重要になってくるんですけど、そこをすごくずっと自分が満足するまで到達、自分が満足できて見てる人たちもすごいなって思わせるぐらいまで到達するにはすごく難しかったです。すごい僕は韓国語全然できない時とかに、初めから喋りかけてくれたりとか、すごい面白い韓国式のギャグとか教えてくれたりして、そこでだんだん打ち解けていけたんで、それはすごく助かりました。僕は韓国語の歌詞も日本語の歌詞も書かせていただいてるんですけど、僕の日本語で書いたラップを皆さんにお聞かせできたらなって思うのが今年初挑戦してみたいなって思います。じゃあ日本語ラップ作詞が今年、挑戦してみたいこと、はい、全部ラップの曲を日本語で作詞したのを、SNS なりどこかなり、全曲ラップの頭から最後まで、はい。今後の目標はトレジャーとして、トレジャー12人がみんな世界中どこに行ってもみんなが知ってて、僕たちの音楽で幸せや元気をもらえるような、そんな素晴らしいアーティストを目指したいと思います。僕のことを初めて見た方も、僕のことを知っていただいている方も、皆さん僕にハマっちゃってください。はい、ありがとうございます。愛してます。